全国の被爆者が初めて13万人を下回り、平均年齢は84歳に差し掛かろうとしています。この現状を受け、広島市は被爆者の家族が語り部となる家族伝承者を育成します。初めてとなる家族伝承者の説明会、会場の原爆資料館には被爆者の子どもや親戚など20人が訪れました。広島市は被爆者の高齢化と減少が急速に進む現状を受け、その被爆体験を家族が伝えていく新たな形の伝承者を育成します。説明会では家族である被爆者が伝承内容を確認する必要性や、2年に及ぶ研修のスケジュールなどが説明されました。被爆2世の細川洋さんは、17歳で被爆し今は高齢者施設に入所している94歳の父親の体験を語り継ごうとしています。待ってましたと、父に尋ねたいところはたくさんやっぱあるので、だからそういったことがね、尋ねられる状況の間に早くスタートラインに立って早く話し始めたいですね。家族伝承者の説明会は今後3回予定されています。今年度の募集は今月31日まで受け付けます。